はい、どうも、イゾログです。で、この動画は、立て続けに撮ってますね。だって部屋とか変わってないでしょ。今、住み込みバイトの寮で撮ってるから、こんな感じです。前回は、外ごもりプレイスのコンセプトプラス、悩みプラス、企画で撮りました。ちょっと、こんな時間、5時くらいですね。4時半くらいか。飲んでます。はい。で、外ごもりプレイスの、前回の補足ですね。あと、その外ごもりプレイスオープンに関しての、ちょっとした不安ですね。で、1個目、Wi-Fi だよね。やっぱ Wi-Fi ないとこって、来づらい。どうしても来づらい。ので、やっぱり、Wi-Fi を通すならどこが一番安いのとか、どこが一番つながりいいのっていう感じのちょっとご意見いただければなって感じです。だって俺使ったことがないからね。だから今俺が使ってる携帯のキャリアは UQ なんで、UQ でもいいかなって感じです。で、有線にした方がいいのか、でも有線にしたらまた、NTT の電話回線だから使わないといけないから、それもそれでどうなのとは思う。うん。だから、そこら辺安く済ますにはどうしたらいいのっていうのをちょっと教えてください。はい。で、もう一個ですね。で、これは外ごもりプレイスのコンセプトに当たるところです。前回の動画で、喋ることができなかったものです。15分意外と短いからね。で、外ごもりプレイスのコンセプトですね。何重要ではないけれども、何に趣を置きたいかと言われれば、キノコで猿の腰掛けってあるじゃないですか。で、猿の腰掛けみたいな感じで、人の腰掛けですよね。結構、お坊さんのとこにお世話になって、意外とその、動画を発信してるお坊さんいるよね。なので、そこら辺ちょいちょい見るんだけど、で、なんだっけな、当彼岸だか、ちょっと漢字を難しくて読めないけどね、要は流れて流されて、で、岸にこうザバって上がるわけよ。で、岸に上がって、ちょっと、立ち止まって振り返るわけですよ。それがその人にとっては、どんなきっかけか分かりません。僕の場合には、仕事に作る仕事を辞めてっていう。タイミングです。人によっては、離婚だったり、ずっとね、シングルマザーだったら、転職を繰り返しながら、夜の仕事しながらとか、男でもホストしながら、ずっと夜の仕事やってたけれども、酒が実は弱いっていうのは気づいて、夜の仕事できないとか、そういういろんなきっかけは人それぞれですけど、そんな感じでちょっと、岸に上がるみたいな言葉があります。で、そこで一旦立ち止まって、じゃあ、どういう対岸、反対の岸、それは自分の自己実現だけれども、そこに行きたいのかっていうのを考え直しなさいよっていう教えがあるらしいですよ。僕は仏教徒じゃないから分かんないんだけど、確かそんな動画があったけど、そこで、で、この外ごもりプレイスに関しての機能のうちの一つとして、人の腰掛けなんですよ。これね、ちょっとね、ロゴで T シャツ作って物販もしたいなと思ってるんだけど、やっぱり人も、ちょっとロープ、プロレスで言えばさ、ロープエスケープみたいな感じなのがあると思うよ。で、よく、俺の経歴としてはね、転職しすぎてて、説明するのはだるいくらいなんよ。だって、日本で1年続いた仕事はないんで。でもやっぱりオーストラリアのワーホリで続いた仕事が一番最長で、それが6ヶ月なんだけどね。結局、1年以上入れたとしても、いたと思う。ワーホリビザの期限で6ヶ月以上同じところで働いちゃいけないっていうのがあるから、仕方なく辞めなくちゃいけなかったってだけの話で。
だからやっぱりその俺のスパンとしては働くと働かないをこう自分で分けること、だって有給申請したってどうせもらえねえじゃん。だったらもう働くと有給はつかないけど休む、まあ、要するに指示監督下に置かれない時間は俺は自分で作るよっていうタイプの人間なんで、まあそういう感じで分けたいです。働く働かないオンオフのスイッチを。だから季節の仕事やってるんだけど、やっぱりそのずっと働いて働いて働いていると、働いているところの人間関係とか自分が行く範囲の行動範囲だとね、絶対に情報って偏るんで、そこの範囲の情報にしか左右はされません。影響されないので、まあ、ロゴの人の腰掛けというように、ちょっと新しい価値観に触れるのに、ロープエスケープしてみませんかみたいな感じで、まあ、外ごもりプレイス1回くらい、来てみてもいいんじゃないですかねっていうところでもあります。でもちろん、その僕は会社勤め嫌いなので、会社勤めが嫌っていう人には、まあ、僕が体現している生き方とかは見せてあげれるし、教えてあげることもできます。だって俺が体現してるから。で、まあ、あと中には過去スキー場バイトしてて、看護学校だったっけな、理学療法士だったっけ、ちょっと、どっちか覚えてないけど、そういう医療系のね、もったいない女の子いたいんだよね。で、その子も、なんかその専門学校は卒業したけど、まあなんかわかんないな、とか、モラトリアムな期間で、いろんな短期バイトしながら、いろいろね、感じるところを感じたり、感じてみたところを咀嚼して考えたりとかをしながら、結局はその専門学校でやったところにまた戻ろうっていうふうに思えたっていう女の子もいたから、まあ一概に会社勤めが全てでもなく、会社勤めが一回嫌になったけれども、まあそこがいいなっていう人もいれば、会社がいいけれども転職したいだったら何かの専門学校行くとか、そういう気にもなれると思うのね。うん。だから、俺も地方、行ってきて、通年雇用されたくねえなって思った挙句、林業やったり、まあ、林業でが一番面白いっていうか、分かりやすい例えだけど、雪国の林業は、通年で山に入れないわけじゃん。雪降っちゃったらさ。機械が入っていけないから、まあそういうところで、一時的に雇用が終わるわけ。季節事業所って。で、そこで自主退職っていうことじゃないんだよね。会社都合で退職になっちゃう。まあ、要するに雪が降って、その事業できないからね。だから問答無用で失業保険ももらえるし、雇用一時助成金だったっけ？確かそれもらえるんよ。うん。雪国で林業やってる人は必ずもらってるから、そのお金をもらった上で、スキー場でイントラしたりとか、できるんだよね。だってインストラクターなんてお金が入るか入らないかなんてすげえ不安定じゃん。でも、やってみたい人は多いよね。安定しないがゆえにみんなできないから。だからそういう、下支えを得る方法とか裏技って地方意外とあるんよね。うん。季節事業とか季節の雇用とかっていうのは、そう、だから俺も大学出るときは、最初、野外活動とかや、ボランティアでやってたから、そういう仕事をしたかったけど、時給と拘束時間がもう、労働基準法違反を通り越してるレベルなんですよ。うん。当時働い、優勝ボランティアやってたところのディレクターはさ、24時間働いてたし、で、途中居眠りとかで、居眠りしちゃって事故りかけたからね。ガードレールにボーンって当たった時に、ちょっとハッて目覚めたから、まあハンドルそのまま取り直して、事なきを得たけど、まあそういう世界なんですよ。だからそういう世界に行きたいけど、やりたいことはあるけれども、まあそうやって給料の低さで辞めたっていうのもあります。まあもちろん世間の人は、そんなのはやりたいことだからやれよって、やってれば給料上がるからっていうので説教するわけですよ。でも、確かシンポジウムっていうのはよくあるんですよね。
野外活動やってると。でも、8年とか10年やってる人が、まあ、8年、10年やっても、給料上がらないからって言って、他の業界に行くんです。まあ、そういう世界に実は行きたかったし、そういう世界でやりたかったんだけれども、自分の未来予想図が暗黒すぎて嫌になったっていうのもありますね。うん。はい。なので、まあ、そういう人たちのために、まあ、一つのサプリメントではないけれども、価値観を広げるための、いろんな人との交流っていうのを、ね、人の腰掛け、ちょっと心が疲れた時に、まあ、持てる交流から生まれるひらめきというか、きっかけを提供できればいいなっていうのが、外ごもりプレイスのコンセプトと機能のうちでもあるっていうのをちょっと補足しておきます。で、あとは、クラファンですね、不安としては。クラファンはどうしようかな、やったらやったで、リターンを返すのがめんどくさいっていうのは、まあ、不義理というか、クソ野郎なんですけど、クラファンのリターンを、まあ、仮に、プロジェクトが成立しても、やっぱり1馬力なんですよ。僕一人。なので、まあ、クラファン、極力やらない方がいいなと思います。その分、オープンまで遅れるんで、リターンの発送で結構時間かかるので、なので、できれば、やりたいけれども、やりたくはない。まあ、今やってるこのバイトで、全部お金は賄いたいというのが今僕の本音です。で、あとは、あっち行ったらちょっとワークショップやりたいな、床張りとか、あとトイレの増設とか、まあ、ワークショップでお金を取れるほど僕も大工仕事は上手くないんで、手伝ってくれる人とか入れれば、まあ、募集かけてみようかなとは思ってます。はい。まあ、あとね、農家民宿を取るか取らないかです。まあ、やっぱりこういう民宿系、農家民宿か、民泊の申請取らないと、短期の宿泊者を受け入れることができないっていうのが、まあ、シェアハウスとしてのネックかなと思います。なんかね、クラファン申請すると、その民宿の許可があります、あるかどうかっていうのを、法令ってやっけな、法律をチェックする部署があるんだよね、クラファンって。で、そこの人からね、結構突っ込まれる。何年何月何日に取得予定、もしくは取得してない限りは、プロジェクト公開できないよとは言われました。なので、まあ、農家民宿も取る方向ではいますけど、保健所の人のなんかね、農家民宿の説明の仕方が臭いんですよ。農家民宿だからさ、農家さんと提携して何かのプログラムを提供しなきゃいけないと俺思ってたの。でもそれは違うんだってさ。要は誰の畑がどうたらこうたらとか、そういう案内の地図っぽい看板立てときゃ農家民宿はいいんだって。それどうなのって俺思うんよ。まあこれは地域性が出るからさ、出るからちょっとわかんない。でも俺の家買った自治体はそうだった。で、あとは、農家民宿として、もともとやっている農家民宿のプロジェクトに賛同するとか、そこにお客さんを突っ込むように指示をする、案内を出すでも農家民宿ってもらえるんだって。だから、正直に農家民宿の定義というか、それが怪しいよね。まあ、これはもう、蓋開けてドーンとやるしかないけど、民泊やるんだったら、トイレを増設しなくちゃいけないっていうな、ボトルネックが出てしまうから、できれば農家民宿でやりたいんだわ、今の段階は。だから、ここら辺が今悩みっすね。わあ、外ごもりプレイスを来年ね、オープンさせるとすれば、やっぱり認可の問題で、まあ、最悪シェアハウスだけでオープンするっていうところだよね。短期の宿泊でも結構ね、モグリで撮ってるところあると思う。でもまあ、モグリでやると、後ろめたいから、俺はやりたくないんだけど。民泊だと、あとは避難経路図とか消防署のチェックだよね。それの、なんだろう、ハードル高くなっちゃうから、そこら辺どうなのかなって思ってます。はい。なんで、こんな感じで今悩んでます。っていう動画でした。ではでは。